うん、これなんか拭き炊くときもお揚げみたいな入れやせんかった、なんか天ぷらか入れ、僕は入れんね。あ、そうやったかね。いや、入れる人は入れるかしないけど、おばあちゃん、うん、たけのこは入れるけど、お油使うけど食べて、はい、どうやふうとふうかった。あ、わかる。どんなの。あ、うん、いいんじゃない。ちょっと硬いね、うん、筋が残るら、うん、なんかちょっと苦味があるかい。苦味はない。こんなもんか、うん、これで終わり、出来上がり、うん、明日朝どうした、お弁当入れる時ちょっとやったらいい。え、何をしたらいいの。朝はこれで、これで何をしたらか。ぬくめんといかんやろ。ぬくめるだけ。そう、うん、よし、完成。まあでも綺麗に添えるね、それ。その音が気持ちよない、ほんで。気球。え？え、なんもない。なんか考え事しよったら。うん。中指が使いに行きたい。うん。まあこれ見て、これ。うん。綺麗に剥げるね。うん、すごいね。うん。山へ行ったらこれタダであるからと思うけど、この労力を言うか。うん。大変よ。それ今から水につけるわけ？長く咲いて。気球？お水につけたりするの。お、びっくりした。お湯よね。うん。これが難しい。いつも失敗ばっかりしよう。本当に。いや、でもそれお湯につけたら今日中に料理せんってかんのよ、それ。どうしてん。だってそうやってやらんとすぐ料理せんと。この前もそれでやって味が来るかなんか柔らかくなってってなったやん。あのやり方ダメ。あ、そう。からうん、やっぱり自分が昔からやるよ、ね、うん、あら、もういたのどこいたの。明日それ、あら、いや、今日しとこうか。自分がやっぱりやるのかね。まあそうやね、いつも通りの味付けがいいかもしれない。あら、そこにないかね。知らん。そこのカゴの中に。そしてもう一回置いておいたと思う。ね？まあとりあえず拭きはこれで。これだけあるっていうね。もう一回挑戦してみる。